なんか本当昨日からそう、なんか突然なんか出てきた。そう、昨日からなんか突然発症して、あゆも何が起きてるかよくわかんないみたいな。だから特に何したもうわかんないの。そう、わかんなくて、メイクさんにも「え、何かした？」って言われたの。「え、何も」みたいな。「え、多分何もしてないんですよね」みたいな。だから何もわかんない。やだよね、ここなんか何なんですかね。何なんですかね。何なんですかね、本当に。何だと思いますかね。今日なんならちょっと痒いもん。そうだと思いながらちょっと、そう病院はね、今日そうなんかそう皮膚科、ここらへん、ここらへん水木曜日のここらへんね、曜日の午前中はまあ行けなくて、帰ってきた時に「痛いなってよ」って言われて、そう「空いてたら行こう、行ってみる？」みたいな言われて、ね、そうだよね、水木大体休みだって。ほらやっぱり。マスクなのかな、あ、今わかんないんだよね。わかんない、本当に。やってみるね、とりあえず今日。もしかしたら塗ったことによって、寝るときに塗りながら寝て、塗ってから寝て、そう、ちょっとやってみる一回。そうでも、ああいうなんか本当に、処方された薬とかでも赤くなっちゃう時があるの。なんか多分そのさ、入れ物に入ってるじゃん、チューブみたいな。そう、多分そのチューブの入れ物と肌が多分合わないのかな。そう、すっごいヒリヒリして、そうなの、ダメなものもあるの。そう、困っちゃう。そう、直します。ね、頑張る。書かないようにします、なるべく。なるべく頑張ります。はい、そして皆さん、あみさんが投稿してくださったツイートぜひ見てください。そう、あゆも引用リツイートしたんですけれども、そうなんです、あゆね、ちょうどね、あみさんがツイートした時にあゆもねツイッター書いてて、よし投稿しようと思ったら通知来て、えっ、あゆツー、あれ、あゆツイート、あれまだ してない、あみさんだと思って。そう、そうなんですよ、すごくない、バッチリなタイミングで一緒にツイートしようとしてて、だからあみさんがしてくださったから、そう、あゆは引用リツイートにしたんですけれども、そうあれです。そう、昨日本当お姉さま方がいっぱい構ってくださりました、嬉しい。そう、チーム系のお姉さま方、お願いします、見てください。まだの方、まだじゃない方もまた見てください、もう見た方もね、はい、
そう、もう本当にね文も書いてて、もうよし投稿しようと思ったところで、そうちゃんと最後のさ文字のそのこうってところで亜美さんがしてて、そうお姉様方はね、そう総動員で要はね、そうう嬉しい。そう小田さん前もやってくださって、そうその時は小田さんとゆいゆいさんがそうやってくださって、あいのそうほんといつもエイトさんがしてくださる嬉しい本当に。でもねみんな聞いて、小田さんね、小田さんが最初そうあの下まつげやっていいって言われて、そうえあゆさって、あのメイク変えられて嫌とかないよねって最初ちゃんと確認されて、え全然全然大丈夫ですよって言って、そうじゃあやるねって言って下まつげやろうとしたらね、小田さんね失敗してね、あのこの涙袋のところに小田さんがマスカラつけてやばいみたいになって、急いで撮って、そうそうなの本当に、みんなでキラキラしながら、そうお姉さま方とキラキラしながら昨日過ごしてました。え、そう失敗して小田さんがね、え、はい自分でやってって言う自分なんかいいと思って心の中でそう自分なんかいいと思って、え、そうえいい感じじゃんみたいな、え、そう自分でやって、え、いい感じいい感じみたいな言われて、そう楽しかった。あやねさんは眉毛、え、そうでもなんか何の考えながらやってくださって、あいちゃんさって、あれアイシャドウピンク系だよね多分、そうですあんま自分が何色使ってるかあんまり気にしてなくて、あピンクだと思って、その後あピンクでした、そうえじゃあ眉毛ピンクでやっていいって言われて、えいいですよって、本当やったことなかったからやっていただいて、え、ね、眉毛平行にしていいって、眉毛じゃないみたいな、みんななって、ま、眉毛あすいませんどうぞって言って、眉毛が眉毛じゃ前髪がって、写真の時が多分ちょうど眉毛の時、そうあやねさんの眉毛の時で、そう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 、えあいちゃん絶対さってあのマスカラとかもピンクいいと思うよって言っていただいて、えもうピンク買ってって、もうすぐ買ってって言われて、下絵買いますちょっと次ねみんなのメイクしてみんなのねみんなと会う日までにピンク買います、ちゃんと。そうで眉毛は絶対平行って言われて全部教えてくださって、でも本当にそう教えてくださったことは結構本当やってるじゃん、まつげまつげギャンギャンもそうじゃん、小田さんのそうそう教えていただいたことはやりますやる、そうちゃんと、なので頑張ります。もうほんとえもう邪魔にならないよ、前髪こうやって上げてこうやってもう任せてましたそう任せて、楽しかったです。なんかさそうほんとになんか小田さんいつもメイク
え、あい、またこうしなって言ってくれるの。そう、本当に小田さん、そうだから小田さんとこう距離縮まれて、こうメイクを教えていただけるようになって、すごい本当に嬉しいなって。え、結構腕上がったと思いません？あの小田さんと出会ってから。え、上がってるよね絶対。あのチーム K になりますよみたいな頃からさ、メイク変わったよねだいぶ。そう、本当小田さんのおかげ。そう、小田さんがまたやらせてねって、またやるねってまたやるねって言ってくれて、またやっていただきたいと思います小田さんに。楽しみ。ちょっと今度は全部お願いしたい。ちょうどさ、でも昨日さ、まあ、肌ね、ここがさ、まあ、ちょっと今炎症を起こしてるからっていうのもあって、そうあれだったんだけど、そう今度いつかやっていただいたいね、やっていただけるよう、フルメイク小田さんになれるように、小田さんにしていただけるように、ちょっとはい楽しみにしてますその日を。メイクちゃんとするようになった時期あるよね。いや、それまでも知ってたのよ。そう、ちゃんとしてるんだけど、薄かったらしい。薄いっていうか、なんて言うんだろう、そう薄い。愛の中ではそんな薄い感はないんだけど、薄かったらしい。今思えば全然違うよね、全然違うんだけど、その時は全然あれで OK と。感じですね。嬉しい。ちょっと頑張ります、もっと腕上げれるように。メイクの頑張ります。はい、そして皆さん、ひなこのね、そう、卒業発表をしまうんですけれども、そういう見てて、さっきそうしちゃうかなって思って、まあね、そう思って見てて、なんかでも本当になんかさね、ひなこもそうだけどさ、まあ、昨日の空のもそうだし、そう、空のは同い年なんだけどさ、なんか妹感あるじゃん。で、まあ、ひなこは普通に妹じゃん、あゆり年下で。なんかそのお二人がこうちゃんと言葉にしてこう伝えてる姿を見て、なんか本当にね、かっこいいって本当に思いました。そうね、でもなんかひなこってさ、本当になんか良くも悪くもなんか本当に今時の子って感じじゃん。でもひなこって本当にすごくて、そう本当にすごくて、それこそこ、大学行ってるじゃないですかひなこって。そう大学行ってるからさ、まあね、今回のコンサートのレッスンとかも、結構始まってるんですけど、結構始まってるけど、そんなにひなこ出れてないの本当に。今どのくらいやってるんだろう、ちょっと今どのくらいやってるかわかんないんだけど、本当にひなこが出てるのがまだ多分2曲ぐらいしかまだ出てなくて、そう、えで、そうひなこに、え、全然出てないよねって、そう大丈夫って聞いて、そう、えち、そう自分で起こすのとか聞いたら、そうって言ってて、そうやばいって言ってて、でもなんか、でもやばいって言いながらちゃんとひなこってできるから、そうすごいなって、なんかそういうさ、勉学ちゃんとやりながら、そういうやんなきゃいけないお仕事のことも本当に完璧以上にしてくるから、すごいなって本当に。
そう、本当になんか綺麗でね。まあそれこそこの間ね、まあ難しい曲ひなこ自分で、え本当に自分でやったみたいな、教えてもらったでしょみたいな一緒にいたレベルで上手いんですよ本当に、一緒にいたみたいな、えレッスンいたっけみたいな、本当それぐらい上手上手で、なんならもうなんかあゆり踊れてると思う本当にってぐらい本当にすごくて、そうすごいなと本当に思います。うん、そうなんかね、そうね本当絶対さね、ねそうすごいって本当に思ってるし、なんかねだからなんかうんねえねえ、うん、ちょっとうまく言葉にできないんだけどさ今ねえ、でもひなことも思い出を作ってね、それこそひなこと前回のチーム B 一緒で、それがきっかけで仲良くなったんですよ本当に。初めましての時本当にだわ、ひなこと全然喋んなくてなんか最初なんかそう、あこの子あかりさんがそうそう奥原ひなこちゃんですみたいな感じで教えてくださって、そうでプリンって呼べば大丈夫だよって言ってくれて、本当に最初プリンの子ってもう思ってたのあの子はプリンってそうあの子はプリンプリンだプリンプリンプリンみたいなプリンで覚えてたのだからそうなんでプリンだったんだけど、あ今ちょっとそこまで覚えてないんだけど忘れちゃったんだけど、多分プリンが好きだからだって気がするの。あプリンの子だって思ったの。そうあの子はプリンで、なんかだんだん喋ってくうちに、なんか本当に最初の頃ひな子全然喋ってくれなくて、そうあしゃべね静かな子なんだろうなと思って、全然そんなことなくて面白くて、そうなんか面白いし、タメ口とその敬語の使い方が本当になんかすごいんですよ。そうなんかそうなんか言葉にできないけどすごくて、そう多分本当にあれはひなこの才能だと思うんですよ。みんなでもこれ言うの、ひなこだからできることだよねみたいな、あれはそう。だからなんか本当にねひなこの性格って多分どこに行っても愛されるからさね、いいなって思う本当に、ね、そう上手なんですよその使い分けっていうのかな、そう本当にすごい、なんか全然なんだろうね、なんかそれになんか別になんかひなこにタメ口で喋られても別に誰でも別にタメ口で全然いいんだけど、なんかひなこにもなんか初回から全然タメ口で話されてもなんか許されなんか許せる、なんて言うんだろうね、なんか本当多分才能生まれ持っての才能的な、本当それなんですよ。だから本当にねそのね本当にすごいなって思います。で最後の日まで今回もこう一緒のチームになれて、あれは個人的にすごく嬉しい。最後の日まで一緒に思い出を作っていけた。はいです、はい、そんな感じで皆
皆さん今日もおしまいにさせていただきますね。肌直します、ちゃんと早く直します、直しますって直します。はい、ランキング読みます。ヒロさんありがとうございます。12位ピカロンありがとうございます。11位サンマさんありがとうございます。10位プラハタハさんありがとうございます。9位ひびきちゃんありがとうございます。8位あやのさんありがとうございます。7位カンさんありがとうございます。6位カモンさんありがとうございます。翼欲しいさんありがとうございます。ああ変わった、もう一回いきます。最初からいきますね、変わっちゃったもんね。12位ヒロさんありがとうございます。11位プラハタハさんありがとうございます。11位ひびきちゃんありがとうございます。9位あやのさんありがとうございます。8位カンさんありがとうございます。7位カモンさんありがとうございます。6位翼欲しいさんありがとうございます。5位ゆきみつさんありがとうございます。2位あーちゃんありがとうございます。1位ギャローさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。また明日も見てください。ありがとうございました。バイバーイ。